道場、南禅寺は拝観、いくらだろう、ほら、狩野派の絵で、北条という建物の庭園、もうすべて国宝だよね。600円でした。600円、いくぜ。純理中って書いてあるな、これはお茶。お、滝があるよ。フランクロイドライトみたいな感じだね。こういう設計昔からあったんだね。滝がある家、薬水槽、式部寮、なんかいろいろ書いてある。あ、何やこの人。さあ、ここからだね。ここからだ。天井高いね。さあ、ここが、わ、何これ、随流、わからんけど価値がない、随流。これは、これは洋式だ。洋式の部屋、最後。あ、なんか集まってるぜ、人が。なんだなんだ、これは便所、綺麗だね。あ、みんな座ってみてる。あ、ちょっと、ね、説明が聞けるんだ。この北条庭園出ました。石庭。ああ、みんなね、ここでね、休んでるね。これね、歴史を教えてくれるビデオも見せてもらった。ああ、これ、書院だ、書院作り、武家屋敷だ。これは、床の間と違いだな。広いですよね。で、ここでみんな見て休むんだね。どんな風景だろう。すごい襖絵だ。すごいよ。ね、書院様式だ。室内は撮影禁止って書いてあるね。わあ、ここもね、石庭だ、ああ、これもね、いろいろ意味があるんだよね。狩野源の源信っていうのかな、ああ、その一つ一つね、絵にテーマがあるよ。これ虎が、東北条と虎が入って、ああ、ここは、おお、ここもすごい庭、六道庭、六道庭、いろんなこの六道林と、まあいいや、六道林ね、
6種類の方はね、人間の回ることを言うんですね。天皇様がこれ乗ってきた輿なのかな。醍醐天皇、わあすごい。加納永徳の絵だ。ちょっと撮影できないんでやめときましょう。え、頭上注意、どっちが順番なんだろう。あっちか、こっち見てもらおう。こういう回廊式があれだよね、京都って感じだね。このあちこちこいな、庭園がある。片窓、武家屋敷だな。今入れないのかな。ああ、こっちの庭園が、あ、行き止まりだ。不思議庵と求心亭、昭和29年か、その時の編成で8世紀の、寄贈されたので、ちょっとまあいいや、なんかまあそれなりの新しさがちょっとあるかな、これはね。まあ確かに鉄筋コンクリートだ、ここはね。ああやってちゃんと滝があったりとか、南禅寺っていう感じですね。一つ一つが安全寺、垣根、こういう垣根なんかもこの間試験が出てね、答えられなくてダメだったんだね。あれ答えろ、分かったら合格だったな。残念だぜ、はい。一つが素晴らしいよね。うちの襖にも書いてもらいたいな。ですけど最後ですね、観天亭という庭です。はい、ここでちょっと座って無の境地を。南禅寺方丈庭園見てきました。いや、あの禅の心が分かったような、分かってないような、あのなんていうかな、こう節約するようなイメージありますけど、違いますね。あの庭園維持するだけでも相当お金かかりますよ、ね。で、その、なんだろう、究極的に、すごい、なんていうか、追求されてますよね。いろんな、美がね、その木の枝一本まで取ってみて、日本人の心ですよね、禅っていうのは。それ、まず知ることだね。すると、きっとね、イライラしたりね、なんだ、迷うこと、はね、薄れるんじゃないかなと思います。はい、ね、何か一つ勉強になったような気がしました。はい、南禅寺でした。